皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もブラスフェマス遊んでいきましょう。さあ前回について新マップ金星の壁を攻略中です。で今日ですね、ここのボス戦かな、キルセさん、炎使いの人ね。まずあいつをぶっ殺しに行こう。倒せるかどうかは別として、でそれとちょっと待ってね、ここのビルドの見直しをしようね。炎耐性アップ、あれが絶対必要だ。これね、うまいな。炎耐性アップわずかなんだ。めちゃくちゃ多分小耐性、ほんの数パーセントとかね、そんなもんだと思う。 10% とかこんなもんかな。となるとあとですね、ここら辺の必殺技騎士ね、これどうしようかな。波紋のソレア、これにしようかな。多分強座ぶっぱしていけないと思う。好きなかったもんね。でこう行って影をよこせ。こっちで、まずおじさんをよし縛いてからの、そこのですね、どっちだったっけ、こっちか。ずーっと行って左で、さらにそっち。今のもったいねえ。よし、そう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 、こっちね。左、あ、これ左から来れるんだ。あとそうだな、接触ダメージ耐性アップ、あれがあったはず。どれだっけな、あ、これか。トゲのシンバル、接触時のダメージを軽減してくれる。これもなかなかに美味しいんだよな。どうしようかな。熱情アップ、これ捨ててこっちかな。よし、で下に行くとボス戦プラスあれがある。そう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 、まずはこれを回収するドン。おい、でぐるん、そうそうそう、一周して、これは空中斬りかます。一戦来る、あれ避けにくいんだなマジで。で一周来る、これがまあ一番おいしいよね、こいつの戦闘は。それ早いっすね。であいつ素手形態になったんだけど、そう、ボムダッシュが来る。ひるんでから、よし、フィニッシュが決まった。なんかバージルっぽいやつね、これ。上からドンっていう。はい、いや、炎ダッシュ回復。あ、ここに行けますねこれ。それ判定ないのそれ。あ、おいしいやつ、よし。さあボーナスタイム決めて、緩やかな一戦からのおいしいやつ来た。これ必ず上からこうブルンってくるんだ。これも緩いね正直。でこれは素早い一戦じゃないやつ、緩かった。でこれが早いんだ、そう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 。で素手モード、つまり炎ダッシュが来るじゃないのか。いやー、ちょ、はめんなそれ。ずる少ないっすそれ。今のずるいだろう。何あれ。あ、そうそうそう、これ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 、これどうしようっていうのこれひどい。これなんだあれ、永久コンボ臭くない、なんだあれ。マジか、せっかく枯れそうだったのに。これへこむわ。さあリベンジ、おいしいやつ。よし、で緩やかな一線が来る。でこれもおいしいやつ。あ、違うんだ、パターンが違った、初めて見た。からの素手一線、からの素手モード、
やー、そう、貯めてからなんだよな。これもえぐい。あー、これ弱い、まだ弱いやつ。あー、でもこれ起き上がれねえわ、これ。ひどくないこれ。あれ、どうなってんの。回転切り強いな。で、緩やかな一線が来る。今ね、回復すべきだったかな、どっちかっていうと。怖っ、これ緩いやつ。触れると痛いな今の。あー、これまずいやつ。セーフ、すえ。上から多分ドンじゃないこれですよね。しっかり歩いてかわして、ここで回復する。よし、で剣取りに行きなさい。いや、行かないんか。あー、ミスった。やっちまった、回復しまった。どう、大丈夫ね。ここで思いっきり回復する。よし、で剣取る、そう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 、からの隙が生まれて、緩やかな一線くる。回転切り当てて、さあラスト、これいける。美味しいタイム。よし、いた。オッケー。でトロフィーゲット。灰は灰に、アシズとアシズ。いや、これ地味に強かったな。あの騎士を使ってる暇が全然なかった。なんかで、トロフィータイム。これがですね、何パーかな。灰は灰に、ダストトゥダスト、アシーズトゥアシーズね。これですね、灰は灰に、 A の方のキルさんを倒す 29.4%。 こっちないね。もし大体3分の1どんどん振りにかけられていく。ああ、で、このチラシの人、ここにいるの、どうやって来たの。 The one you have pulled from punishment was Kirse, one of the sheltered. その他、厳罰から呼び寄せた者は保護されし者の一人、名をキルセという。 He was unjustly condemned to the stake for heresy, and the inquisitors bore witness to the flames, engulfing his body amidst an atrocious communion of prayer.彼は異端の疑いをかけられ、不当にも家計に処された。宗教裁判官が見守り、祈りと嘆きの恐ろしい声が響き渡る中、彼の体は炎に飲み込まれていった。Still, when it was over and the flames had died, the merciful miracle called them forth again, and from them, from the ashes and the embers,The body of Kirse rose anew. しかし炎が彼を焼き尽くした後、慈悲深き奇跡が彼を再び呼び寄せた。彼の体であったもの、灰と燃えさしの中からキルセの体が蘇ったのだ。For fiery are the paths of the miracle. これも奇跡の道が燃え盛るゆえになせる御業である。ここら辺ダクソっぽいね、灰の人。 Sorrowful be the heart, penitent one. 心は悲嘆に溢れている介護者よ。でも主人公は呼び寄せたのっていう風に言ってたね、チラシの人は。あれさ、この人もあれか、そういえばこの帽子かぶってんだね。キルセとペアかな。ねえな、ほらあれじゃない、色もさ、マリオとルイージみたいな赤と緑っていう。実は兄弟とかって落ちないよね。で、アイテム、そこのアイテムがですね、これなんだろう、なんだろうって言っちゃった。なんだろう、鉱山の鍵。あ、これか、さっきの。完全にすみません、忘れてたわ、鍵の存在を。遠く離れた修道院に向かう輸送機器を使うための鍵。修道院、また出てくるの。銀は銀でなければならない。最も純潔な銀を使い、鍵を作るのだ。この鍵に与えられた使命はとても意義深い。鍵の美しさが頂点に達したとき、私の元に鍵を持ってきなさい。私の許しが出ない限り、馬車の使用を禁じ、馬を眠らせておくのだ。これは私の命令であり、私の命令は聖火本人による命令と肝に銘じなさい。だいぶ偉い人か、聖火レベルに。ただ聖火ではない。
死んだらしいからね。あ、で、ここでこれあんのか。これはですね、どうしようかな。ちょっと待ってね。ここで説明しておくとね、真のエンディング見るために、これ全部壊す必要あるんですよ。こうぶっ壊していけんの。で、さらにこっから始まるのが雑魚敵ラッシュ。ここにですね、この、アイテムね。これか。もともとね、これ覚えてるかな。パート1か2で紹介したんだけど、真珠があったんですよ。何の効果もない。で、真珠を装備した状態で何回か死ぬと、こういう風にね、濁っていくんですよ。だんだんと。で、最終的にこうなります。真なる財貨の奮闘。ちょっと待ってね。敵のライフ。これ見て、接触ダメージ。これアウト。で、奮闘をつけて。つけるとこういう風に、魔法陣に入っていけんの。魔法陣っていうのかな?血だまり?で、さらに、ちょっと待ってね。必殺技。これはですね、どうしようかな。ロルキアナ。なるべく強いやつがいいな。あ、毒来てる。となったら、毒。これ外して、よし、銀。こいつらね、これ地味強いんだな。よし、一発食らってしまった。ミスったな。あんまり食らっていけない。あとは端っこ待機しようか。あー、こいつらか。はい、よし、ライフ半分ぐらい。あー、デカ近所来た。マジか。これよし。ともう一匹。これもちょっとぶっ破させてもらって。ガード。危ねえ。どうかな?割とね、ぬるいんだけど、えぐいときえぐいんだな。こいつらか。よし。さあ。ラストと思いたい、そろそろ。あー、こいつ来た、マジか。多分3発ですよね。で、パリって。あ、今の惜しかったな。よくやったかよかった。からの。え、今の当たったろ。よし、多分ラストだろ、これ。どう?青い文字が出ればクリア。やったー、よし、危ねえ。結構ギリったな。危なかった。鱗の金貨。よし。で、これで6個目。残り1個。それを全部壊してボスに行けば新ボスらしい。真のエンディング。でですね、これどう帰るの?帰り道、こっちか。まず回復したい。あとゴンドラね。ゴンドラ乗ってらに、あ、そうそう、そこのトゲね、これえぐいよね。帰り道で殺しに来てる。忘れと死にます。で、パーッと右行って、湧くなよ。よし。さて、で、ここで、回復できる。上行って、またあそこ行くんか。修道院?新しいとこかな?ちょっと待ってね。今ここでしょ?で、リフト、こっちの方にあったんで、ここら辺なのかな?もしくはずーっと行ってここなのか。あとね、そう、ここね、行ってないんですよ。この上のところ。なんか行ったのっていう風に出てるんだけど、行ってないの?多分そこに着くのかな。まあ、とりあえず行ってみよう。鉱山の鍵。高山さんの鍵。どう?よし。誰に渡したの?さあ、どこに行く?ああ、ですね。やっぱこっちか。宿坊の聖女。その修道院。
え、じゃあの、アノロンはアノルロンド。この先かな？今ここですね。え、これも行けるマップないよ。っていうか。で、ガッチャンして。まずそうね、やっぱこっちかな。こいつを潰そう。あ、で、体力アップ。さらにアップすんの？Take the last one of these pains of mine, the deepest and sharpest of them all. 六つの痛みの中で最も深く最も鋭いこの最後の痛みを受け取りなさい。Now depart towards the cradle of punishment, O penitent one in guilt. さあ、厳罰の洋乱を目指し出発するのです。罪を背負いし介護者よ。洋乱とすればあったのはパート1だか2の字幕であった。さて、画面の半分超えましたね、体力。よし。で、これが、多分体力マックスだ。6つの痛み。ですね。レア度 17.6%。で、それと、この上の部屋。上になんかある。ここね、できればワープ欲しいんだよな。まあでも来ないか。この左ですね。え、これ右ないの？あ、ないんだ。じゃあ、こっからどこに行く？こっからさらに新マップってこと？ああ、ですよね。そうなるよね。じゃあ、あ、じゃないんだ。あれだわ。多分仮面か。ですね。ドルフォスの強仮面。鏡仮面。これはドルフォスか。で、テキスト。雪原にそびえ立つ塔の中で、女裁長の死体が握っていたアーティファクト。ドルフォスの告白その3。誰も理解してくれない。古い本や暗い夢の中に音調を見出せるわけがない。音調は私たちが見て触れることのできる純潔さの中にのみ存在するのだ。その輝きの美しさ、そして変形した真実を映し出す局面について、私は学ぶ必要がある。金細工職人の技を学ぶ必要がある。死をかたどった装飾品を生み出す彼らの手は、奇跡によって操られているのだから。この凍える部屋の中であれば、私はついに一人になれるだろう。で、これ持って、あっちに行くということは、多分こっちがあれか。ラスボスステージか。こっちの一番上ね。この先か。これどう戻る？こっから、ですね。下行って、こっち行って、ワープしたいんだけど、あ、でも意外と近いかな。あ、結構ね、近いわ、これ。パーッと下って、エレベーター乗って、アルベロに行ける。じゃあ、それで行こう。パート借ります。しばしお待ちを。いや、でも、こう繋がるんか。うまいね。マップの構成がうまいわ。ここね、通りで難かったもんな。あとね、そう。ここの隣。この部屋ね。確か多分取ってない。扉が閉まってて、あ、ですよね。これ、どう開くんだろう。血痕があるんだけど、これどう開くの？何もできないよ。どうすんだろう。ここね、全くわかんない。下行けるってわけでもないし。ね、貫通もしないし。これわからん。で、とりあえず下ります。さて、アルベロにやってきて、ここら辺はもう、ですね。返答はない。やることないかな。ここにあげるもの、これもないでしょう。The miracle has been merciful to us. いや、これは変化してる。奇跡は私たちに対し慈悲を示しました。As long as this brotherhood has brothers, even if just one, there will be hope for the ill.この教団に一人でも修道士がいるのであれば、病を抱える者に望みはあります。あのド M の宿女のあれか、ファンの人か。Take this as a token of gratitude, penitent one in piety. 感謝の印としてこれを受け取ってください。敬虔なる介護者よ。あ、で、これで結び目か。今ですね、一個持ってて、残りもう一個でマックスかな。結び目。じゃあ、そうですね。ちょっとワープして、先にワープ。ワープして、あの人、ロザリオ係、会いに行こう。
あと誕生日ね、これをマックスにして、で、ラスボス戦かな。剣の強化ね、これむずいんだよな。ライオン丸やって、あの花火の人ね、あれやって、さらに、金次郎でしょ？結構点在してんだよね、しかも。よし。さあ、目する悲哀、その修道院来ました。ここで、これだけ最後に残してあります。あの像ね。最後にこれ壊して、ラスボス行けば真のエンディング。金トロフィー。さあ、この人。よし。で、1個増えました。返答なし。何はめようかな。まあ、これか。無難に。いや、でも強くなったな。だってさ、最初の頃、ね、誕生日2個でさ、今のほら、熱上の一番最初のゲージのとこぐらいじゃなかった？ライフ。で、一発なんか6割食らった、7割食らった、つって、喜んでいた頃は懐かしい。で、こっからですね、ワープする。誕生日増やしたいな。寄り道していこうか、じゃあ。よし。さあ、これで誕生日3000円ね。ラスト。どうかな。よしよし。で、トロフィーゲット。命の泉。フラスコ瓶を最大数入手する。で、これはとてもレア。11.6%。ちょい少ないね。あとやっぱこれか。ロザリオ。これどっかな。で、こっから行きます。エレベーター。待ってて。さてさて、やってきたでー。あ、そう、危ない危ない危ない。ここ危ねえんだ。落下死防止アイテム持ってないと死にます。持ってても落ちる。で、セーブをかけて。このゲームのこういったエリアチェンジ、ここでね、結構フリーズありました。フリーズっていうか、なんていうの、ロードミスっていうの。行くんだけど、ロードがされないっていう。後半に頻発したかな。あとね、こう、スライディングとかね、ジャンプしてると、起こりますね。さあ、ここで、渡していこう。ドルフォスの強化面。鏡仮面。で、もうないっしょ。ね。さあ、これで、一番上。最大高度。あ、ですよね。これまだ行ってないわ。ここか。これが多分最終マップ。大聖堂屋上。と、全裸のおじさんね。これはぜひとも聞いとこう。何があった？全裸マン。夢の中で彼は私に話しかけてくる。彼の言葉には音がないのに。夢の中で彼は私を見つめてくる。彼の目は銀でできてるというのに。銀っていうワード結構出てきますね。で、これ外して。で、よし。銀まみれになったのかな？ここら辺セーブポイントござらんか？あ、誰？眠ることなき介護者よ。Carrying the guilty sword, you have committed the most serious crimes against the mother and her saints, against the miracle and its outbreaks. 罪深き剣を抱える者よ。お前は母なる神とその聖者。そして奇跡とその現象に対し最も重い罪を犯した。We have been entrusted with putting an end to your mission. 我々はお前のその使命に終止符を打つ任務を授かった。これ姿形に似てるんだね。I, Crisanta in penance, excommunicate you, expel you, execrate you with the blessing of our miracle of the greatest pain. この私、罪を背負いしクリサンタが大いなる苦痛の奇跡により授かった祝福をもってお前を破門し、除名し、忌み呪おう。やっぱり元仲間か。 And thus shall your name be erased under the heavens. そして天国の名をもってお前の名を消し去ろう。あ、で、戦闘ですね。クリサンタ。いや、こいつパリ持ってるのか。あーい、それは待って、それ撃ってしまいます。こっちはほら、こっちもパリ。あ、パリにパリでこれ返せんな。パリ、ほら一発回復なんなーそれ、突撃ね。学習した。で、パリだろ？
ハリー返し、よし。で、ぶっ刺し。早すぎる、それ。こいつ、強っ。あ、死ぬ。いやー、ちょ、それやめてよ。で、パリね。あの最中に、いや、これ無理だろ。これ強いよ、こいつ。めちゃくちゃ強い、こいつ。なんだこれ。クリサンタ。普通に斬殺されました。さあ、どうね。すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦断りにして、次回ですね、やっぱこいつかな。ボスのクリサンタね。あの子の攻略からスタートしていきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回にプラスフィマスでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。